はい、どうも、ショーティビです。よろしくです。はい、お願いします。はい、本日は、サイバースポーツセンターに来ております。はい。それで、今回は、じゃん、はい、エアウェイさんからいただいたこのグローブですけど、前回の動画でこのグローブ紹介しました。はい。で、今回は、まあ、雨で、撮影、ちょっと外で撮影できなかったんですけど、サイバースポーツセンターで守備練習ということで、この、どういう感じなのか、撮ってみて、このボールがこう押されても、うん、で耐えるとか、どうかとか、はい、多分あのグローブの仕様も多分違うんですよ。違うんですよ。形とか違うと思うんですよ。どっち派っていうのを僕らで考えていきたいと思います。それではやっていきます。ゴー、いきましょう。そうね、40は強いっけ。強いっすね。まあまあ強いわ。なんか早くね。時代変わってんすよ。飲みます。はい、やば。はい、ガンガン弾きます。はい、まず1ゲーム終わりましたけど、あのやっぱあのこれ初めてノックしたんですよ。まだ硬いんで全然弾く、出ちゃう出ちゃう。今こんな感じです。両辺の方、こっちはまだ閉じる方ですけど、まだいいよね。まだいいけどやっぱ針がまだ全然残っちゃってるんで、はい、弾けちゃうときは弾いちゃうかな。ちょっとキャッチングとか結構して、もっとこう柔くして、もうちょい閉じるようにした方がいいかと思いました。まあまだまだっすね、こっちは。そうそう、これ結構俺いじったんですよ。だからあとは皮が柔らかくなればじゃないですか。そうっすね、関節は柔らかくなってるんで、もう、はい、なんで逆心も入るは入るんですけど、当たった時に弾かれる感覚はあるかな。はい、というわけで今回はこちらのグローブ渋谷りました。葵さんのグローブレビューをちょっと聞きたいと思うんで、後で葵さんに使ってもらいます。はい、というわけで、次行きましょう。はい、はい、というわけで、おはようございます、はい、おはようございます、お願いします。ということで今回あのグローブをね、あのエアメンさんからいただきまして、はい、スミレスポーツとクラフターマインドと、うん、ということでちょっとはめてみてもらって、どんな感じか。メッシュ自分使ったことないんですよ。マジっすか。はい、触った感じは柔らかいですけど、結構思ったより張るって感じですね、背面。あ、うん、本当に一回も使ったことないですこれ。マジっすか、はい、スミレ自体は初めてですか。触っただけですね。あ、使ったことないですね。なるほどね。はい、こっちの方はどうですか。こっちもメッシュですね。これメッシュですね。こっちの方が全然軽いですね。あ、でもメッシュなのに意外と硬い。うん、硬い、硬い、硬いですね、背面特に。じゃあこれでちょっと守備やってますけど、はい、両平もちょっとあの一緒にやらせてもらって、はい、そうです、さっきこっち使ってないんで、はい、であの
っていうよりかは、良平はあの守備が下手くそなんで、はい、大井さんのを見ながら真似して守備してほしい。上手くなってほしいから、はい、頑張ります。上手い人のを見て上手くなってほしい、はい、分かります。でもし大井くんもここあれだなと思ったら言ってもらって。あ、分かりました。こうで、こうですよ。はい、やりながらお願いします。はい、では行きます。あれで、はい、ステップなし。ほら、ステップしよう、ステップが。すごくね、ステップが。上様。この大きな違いが分かりましたね。なんすか。こっちは翔さんも言ってますけどちょっと硬いです確かに、うん、けど握ったらあんま感じないんですけど、やっぱ背面が思ったより硬いんで弾きやすいかな、まだっていう感じで。形としてはいつも自分が使ってるタイプは多分こっちっすね。あ、確かに。こっちの方がポケット深いっす。あ、深くてこう握る感じ、こっちは思ったよりも深くないですね。なんでまあ手のひら中心この辺で取れるような感じがあって、こっちは水野とかハイゴールとか結構この奥でがっちり掴む系に感じました。なので型は全然違いますね。おお、なるほど、はい、まあ、おじさん的にはやっぱこっち派ですよね。こっち派でしたね。全然ね、全然もう100ゼロぐらい、100ゼロぐらい、100ゼロぐらい、はい。で、両辺はグローブのっていうか、はい、守備と守備、守備、うわ、もう上手いですね。足の運びが軽やか、うん、でも両辺さんはあれですよ、やっぱり引く動作とかができてきてるんで、うん、引く動作、まあ、この後ろの使う、あ、やっぱ守備全部前じゃないんで、そうだね、こう引く、ね、そう引くね、まあ避けてるだけなんですけど、でもそれが残ってるんで、はい、強い打球とかそれでいいと思います。サード向きですか、彼は。サード向きですね。サード向きです。足タイプじゃなくて、ああ、この前後の空間タイプなんで、サードかファーストみたいな。ああ、なるほどね。サードファーストの僕とライバルってことですよね。そうそう、ライバル、まあ、チーム入ったら、ね、はい、はい、というわけで本日はこちらのクラフターマインドのグローブとスミレスポーツのグローブを実際に守備をしてどんなもんかと、はい、やらせてもらいました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。プレゼント企画開始しまーす。はい、ついにもう2000人いったんで、もう上げましょうってことで、はい、もう上げちゃいます。まあ、まずは本田さんおめでとうございます。おめでとうございます、2000年もおめでとうございます。はい、まあ応募条件、まあ、簡単です。
翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること、1回でもいいですよ、1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります、うん、別に動画のコメントするだけでも応募できるんで、はい、はいはい、たくさんのコメントして、ご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人いくか分かんないん で、ね、で僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえればいいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。